私、この間の会社のバーベキュー大会の時に挨拶させてもらった浅川です。先日はありがとうございました。浅川サラさんでしたよね。うちの主人がいつもお世話になっています。こちらこそ、この間は声をかけていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。噂には聞いてましたけど、まさか先輩の奥さんがこんなに可愛い人だったなんて。それに娘さん、ミオちゃんでしたよね。ミオちゃんも目がクリクリですごく可愛かったです。そんな風に言ってもらえて嬉しいです。でもサラさんもすごく美人さんで、主人がいつも話してるできる後輩っていうのがサラさんだって知ってすごいなって尊敬しちゃいました。ちょっと、あかねさんってはやめてくださいよ。私なんて先輩に比べたらまだまだです。先輩にはいつもいろいろ丁寧に教えてもらって、本当に感謝してもしきれません。それはよかった。うちの旦那はちょっと頼りない部分があるので、会社でちゃんと後輩の面倒を見れているんだったら、それはそれで安心です。もう私は先輩なしじゃ生きていけませんよ。先輩のおかげで今の私があるみたいなものですし、その先輩を毎日支えてくれてるあかねさんにも感謝です。本当にサラさんは可愛らしい人なんですね。うちの旦那をこんなに褒めてくれて、わざわざ LINE までしてくれて嬉しいです。まあ違うんです。今日は先輩のことを褒めに来たわけじゃなくて、別にお伝えしたいことがあって連絡したんです。え、そうだったんですか。伝えたいことって、あかねさんにっていうよりみおちゃんになんですけど、確か今日お誕生日でしたよね。え、すごい、サラさんそんなことまで把握してくれてたの。先輩が少し前から会社で言ってたんですよ。もうすぐ娘の10歳の誕生日なんだって。それで今日が誕生日だって覚えちゃってて。なるほど、そうだったんですね。なんかお恥ずかしいです。何が恥ずかしいんですか。娘さん思いの旦那さん最高じゃないですか。まあ確かに旦那はミオの面倒もよく見てくれますし、私としてもありがたいんですけどね。ですよね。あかねさんはもう少し自分がいかに幸せなのかって自覚した方がいいと思いますよ。そうですね。なんかすみません。あれ、なんか私変なこと言っちゃいました。まあとりあえずミオちゃん10歳の誕生日おめでとうございます。明日またお誕生日プレゼントがあるんで楽しみに待っててください。え、サラさんがミオにプレゼント。まあミオちゃんにっていうよりミオちゃんとアカネさんにって感じですかね。また明日連絡しますから楽しみにしててください。それじゃあ失礼します。え、あのちょっとサラさん、こんにちは、あかねさん。昨日はいきなり LINE しちゃってすみませんでした。いやいや、大丈夫ですよ。それより昨日の話って。その前に、あかねさんももちろん知ってますよね。先輩が次期社長就任に決まったってこと。ああ、その話ですか。一応聞いてはいますけど、それがどうかしたんですか？どうかしたんですかって、普通もっと喜びません？自分の旦那さんが社長に就任することが決まったんですよ。つまり、あかねさんは社長夫人になるってことじゃないですか。まあ、そうですけど、どうしてサラさんがそんなに嬉しそうなんですか？だって、もうすぐ、秋広さんは私の旦那さんになるんですもん。え？今、秋広さんって。突っ込むところそこですか？もうすぐ旦那さんになるってところを気にして欲しかったんですけどね。言ってる意味がわからないんですけど、もうすぐサラさんの旦那になるって、うちの旦那がどうしてサラさんのものになるんですか？どうしてって、え、ちょっと待って、もしかしてあかねさんってめちゃくちゃ眠い？私の発言を聞いてもまだ気づかないんですか？いや、私の勘違いだったら嫌なんですけど、サラさんもしかして旦那とそういう関係なんですか？そういう関係って、もっとはっきり言ってくださいよ。だからその男女の関係と言いますか。わかる、もっとはっきり言ったらいいじゃないですか。二人は浮気してるんですかって。やっぱり
うちの旦那とサラさんは浮気をしてるんですね。そうですよ。しかもだいぶ前から。もう関係持って1年半くらいにはなるかな。もうずっとあかねさんにいたくてうずうずしてたんですからね。だったらどうして今のタイミングだったんですか。今まで黙ってきてくれたんだったら、このまま黙っててくれればよかったのに。私だってそんなこと知りたくなかったですよ。ああ、そうですよね。ごめんなさいね、このタイミングね。ミオちゃんが10歳になったばっかりだっていうのに、絶妙なタイミングだと思いませんか。本当ですよ。一体何なんですか。昨日わざわざミオの誕生日をお祝いしてくれて、プレゼントがあるって聞いてたから、ミオも楽しみにしてたのに。だからあげたじゃないですか。旦那さんの浮気の情報っていう最高なプレゼント。どうです、気に入ってくれました。サラさん、あなた一体どんな神経してるんですか。そんなことで私やミオが喜ぶとでも思ってるんですか。正直あんたらの気持ちなんてどうでもいいんだよ。私が欲しいのは秋広さんだけ。あんたら嫁と娘には興味ないの。てかさっさと離婚してくれない。ふざけないでください。いきなり離婚しろだなんて、娘だっているのにそんな簡単にできるわけないじゃないですか。なんだ、旦那が浮気してるってことわざわざ教えてあげたのに、この後に及んでだらだら夫婦関係続けていくつもり。いくらなんでもそれは惨めすぎるって。そんなこと言ったって仕方ないですよね。ミオはまだ10歳なのに、父親がいきなりいなくなるなんてかわいそうだと思わないんですか。ああ、めんどくさ。何のために私が今日浮気を暴露したと思ってんの。どういう意味ですか。あんたらの娘が10歳になったから暴露したの。あんたはもっと早く秋広さんと一緒になりたかったのに。娘が10歳になるまで待っててあげたんだよ。私って優しいでしょ。わかりました。でもいきなり言われて私も混乱してるので、もう少しだけ考える時間をください。もう仕方ないな。じゃあ数日間だけ待ってあげますね。あ、言っておきますけど、何が何でも絶対離婚してもらうんで覚悟しててくださいね。こんにちは、あかねさん。だいぶ待ってあげたと思うんですけど、いい加減気持ちの整理つきました。こんにちは。なんとか旦那ともちゃんと話し合う時間も取れましたし。それは良かったです。もう秋広さんも私と一緒になりたいって言ってたし、社長への就任も決まったし、私たちからしたら万々歳って感じ。それは良かったですね。私も旦那と話し合って離婚しようってことになったので、もう旦那はサラさんのものになりますよ。そんなの当たり前でしょ。言っておくけどね、秋広さんはもっと早く離婚したかったのよ。あんたみたいなババアにはもう興味ないってさ。ババアですか。私サラさんとは4歳しか変わらないはずなんですけどね。4歳もでしょ。秋広さんだってあんたみたいなババアよりピチピチの私の方がいいに決まってるわ。今まで彼の身の回りのお世話お疲れ様。彼の社長就任が決まった今、あんたはもう用済みだから。バカで助かったわ。え、バカ？ちょっとそれ私に向かって言ったの？サラさんにっていうか、サラさんと旦那に対してかな。ほんとどうしてそんな勝ち誇っていられるのか謎なんだけど。何よその態度。旦那を年下の私に取られたからって嫉妬してんの？八つ当たりしないでもらいたいんだけど。八つ当たりなんかしてないよ。私は浮気が事実だって分かった時点で旦那への愛は冷めていたし、正直ミオのことを思って離婚を少し渋ってただけなんで、別にあなたが秋広と結婚しようとどうでもいいわ。はあ、なんなのよマジで。その余裕そうな態度うざいんだけど。別に私のことをどう思っても構わないけど、とりあえず浮気の慰謝料はしっかり請求させてもらうから、きちんと支払いお願いね。そのくらい払ってあげるわよ。なんてたった秋広さんは社長になるんだからね。慰謝料なんて私たちからしたらはした金よ。そう、それなら多めに請求させてもらうけど、それに関しても問題はないわよね。もちろん、あなたの娘の養育費も秋広さんは払ってやるって言ってるし、まあ私も無事に秋広さんの子を妊娠できたし、これからは家族3人で幸せに過ごします。
え、サラさん、あなた秋広の子を妊娠してるの？そうだけど、あ、ちなみに秋広さんにはまだ言ってないから黙っててね。入籍した日にサプライズで伝えるんだから。そうなのね。まあ私には関係ないからお幸せに。あんたなんかに言われなくても幸せになります。てかそうと決まったらさっさと離婚してよね。あんたの存在自体が邪魔だから。すぐに離婚する予定だから安心して。それじゃあ私は知り合いの弁護士に依頼してくるから。どうぞご自由に。じゃあこれからは新ママ頑張ってね。あかねさん、早速離婚してくれてありがとね。こんなに早く行動してくれると思わなくてびっくりしちゃった。浮気するような男とは一緒にいたくないんで、ミオにも事情をきちんと説明しておりますし、その上で私と一緒にいることを選んでくれたので。それは良かったですね。でもミオちゃんもおバカさん、自分から貧乏への道に進むなんて。貧乏？一体何の話をしてるの？だってせっかく父親が社長になるってところだったのに、お金持ちになれる直前で社長の父親を失うなんて。まあその分彼のお金は私に回ってくるからいいんだけど。二人まとめて解雇だけど。え？解雇？二人って？サラさんと秋広のことに決まってるじゃない。二人には会社を辞めてもらうことになったわ。は？ちょっといきなり何言ってんの？なんで私たちが会社を辞めなきゃいけないのよ。そりゃそうでしょう。既婚者と社内で浮気なんて問題になるに決まってるじゃない。それにいろいろ調べたところ、サラさんも秋広も自分の仕事を周りの同僚に押し付けてたみたいだしね。なんでそんなことまで。とにかくあなたたち二人の解雇は決まったから残念だったわね。せっかく秋広の社長就任が決まったところだったのに。なんなのよ、秋広さんが社長をやらなくてどうするの。秋広さんは社長の長男でしょうが。まあそうね、長男って言っても婿だけど。え、あれ、もしかして知らなかったの？社長の実の娘はこの私。秋広はただ婿養子として私と結婚しただけよ。そんな、じゃあもしかして秋広さんが社長に決まったのも？もちろん、私の旦那だから。秋広は離婚しても社長になれると思ってたみたいだけど、私のお父さん、私のこと昔から溺愛しててね。お金を傷つけた男なんてこの会社にいる！って、浮気の事実も知ってすごく怒っちゃって。嘘でしょ。私も秋広さんも会社をクビだなんて、今後どうやって生活していけばいいのよ。さあ、二人でバイトでもしたら？サラさん、子供も生まれるんでしょ？そうよ。私のお腹には秋広さんの赤ちゃんがいるの。これからお金が必要だって言うのに、私たちをクビにする気？そんなの私に関係ないしね。それに、お腹の子、秋広の子じゃないじゃない？え？別の男性との子供なんでしょ？ちょっと、いきなり何言い出すのよ！お腹の子は正真正銘私と秋広さんの子だけど！それはおかしいわね。秋広は完全な種なしなのに？はぁ？秋広さんが種なし？相手を妊娠させられないってこと？そういうこと。だからあなたが妊娠してるのは秋広の子じゃないわ。何言ってんのよ。あんただってミオちゃんを産んでるでしょ。つまりあんたも浮気してたってことじゃない。違うわよ。ミオはね、私たちが里親として引き取った子なの。ミオがまだ生まれてすぐの時に捨てられたみたいでね。うっそー、ミオちゃんは里子だったの？これでわかった？あなたは秋広以外の男性と関係を持ってることがわかったし、こんなことは秋広にバレたらまずいんじゃない？ちょっと待ってよ、秋広さんが種なしなんて聞いてないんだけど、どうしたらいいのよ。このままじゃ私、秋広さんに捨てられちゃうじゃん。そりゃあ妻とせっかく離婚までしたのに、浮気相手が自分以外の男と関係持ってたなんて知ったらねえ。やばい、どうしよう。ねえ、あかりさんも考えてよ。このままじゃ私、危機的状況なんだけど。どうでもいいんだけどさ、ミシェルはきっちりあなたにも支払ってもらうから。え？じゃあそういうことで、せいぜい頑張って次の就職先見つけてね。さようなら。それから私はサラさんと元旦那の秋広にきっちり慰謝料を請求し、一括で支払ってもらいました。もちろん二人にそんなお金はなかったため、借金をする羽目になってしまったんだとか。
さらにはサラさんが隠していた妊娠もあっさりバレ、秋広は浮気していたサラさんに激怒。結局二人は籍を入れる前に破局し、今ではお互いバイトをしながら乏しい生活をしてるみたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。